して、こうイメージトレーニングまさにしていたんですか、ピンパンさんとか。ちょっと前に持ちました。ちょっとね、子供の時のイメージシーンをじゃあちょっとやってもらいましょうか。例えば、鉄棒とかだったら、はい、これでこの大車輪のわけですね。はい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 、手は、手はまあ関係ないんですけど、はい、まあ、こうやってまあ離れ技とかだったら、ここから、まあ、こう2回回して、ここにあるとして、はい、ここで持つみたいな、そういうイメージしてました。なんかお聞きしたら、このまさに今はこうやって蛍光のピンクですけど、もうピンクパンサーがまさにブラックパンサーになるぐらい、はい、そうもう真っ黒になるぐらいやってたんですね、これで。なんか寝る時とかにも結構やってたんですよね、そうそう、こう上向きながらこうやってやってですね、やってましたね。そうなんですね、はい、こういうことをすることによって、やっぱりご自身の中でやっぱり感覚的なものが少しこう理論っぽく形としてやっぱり見えてくるものですか、やっぱり。そうですね、頭の中でやることも大事なんですけど、そうやって物を使って動かしながらイメージをすることによって、はい、なんかよりこうリアルに技がこう見えてきたりっていうのができるようになってきたかなっていうのは思います。ちなみに何歳ぐらいからこのピンパンサーとか使ったんですか。今2年生の子いるから、小学校2年生の子、今一番先に手挙げてくれた男の子、これちょっと触ってもらっていいですか、はい、世界一のピンクパンサーあります。